待て、ゾウジ。手前に殺させてくれたら、その甘肌をおとなしく渡してもらおう。下がれ。大丈夫か？お助けを。もしやお前は。待て、逃がさんぞ。娘、手間取らせてくれたな。なんだこそ。これは偽物じゃないぞ。おそにされ。断る。この姿を見ても引かぬとは、随分威勢がいいな。この娘は俺が預かる。ならば、この平の正気盛利氏に立てつくとどうなるか、思い知らせてくれよ。勝負はついた。おとなしく去れ。小僧、貴様、天鋼を使うのか。なるほど、貴様が源氏の。なんだ。やめときな。
邪魔するな。今のお前が叶う相手じゃない。一旦一人清盛様がお呼びだよ。しくしょう、忘れるな。この借りは必ず返すぞ。今のは一体何者だ。心の腐りきった兵士の人間に答える必要はない。勘違いしているようだな。俺は問答無用。それは天鋼。源氏の末裔たる我が名にかけて貴様の命、この弁慶がもらい受ける。源氏の棟梁、源の義朝の息子、源の義経だ。まことか。なんという奇跡だ。私はとんでもないこと。もうよい、しゃべるな。あなたほどの方がいるのなら安心して死ね。私に代わってどうか兵士を。分かった。兵士は必ず倒す。だがお前も一緒に行くんだ。ここで死ぬことは許さん。Thank you.
せてしまったな。いいえ、でも町の人たちが。調子に乗るのもそこまでだ。必ず来ると思っていたぞ。お前は。さあ始めよう。この前のようには行かぬぞ。私がいただいていく。待て、そいつをどうするんだ。そのうちわかるさ。
楽しみに待っていればいいよ。ええ、天鋼を届けてくれるとはな。生かしておいた甲斐があったというもの。黙れ、貴様の野望、天鋼ごと打ち砕いてくれる。わかぞうな、わしはここにおると。やれるものならやってみるがよかろう。清盛、そこまでだよ。体が動かん。バカな子たちね、清盛様には指一本触れさせないよ。くそ、はあ、忘れてはなりません。えい、小高水、早く、よし、常殿、絶対に死ぬんじゃないぞ。
鋼。
見ているか主剣天、試練を打ち破り天鋼を手に入れたぞ。ここは私の中に広がる大いなる無限の世界。義経よ、最後の試練を与えよう。相手となるのはお前自身。私自身。心の目を開き、見事打ち破ってみせよ。これで天鋼の持つ真の力を引き出すことができる。旅立つ前にこれを持っていくがよい。探したぞ。なぜここに。お前らが最初からおとなしく天鋼を渡してりゃこんなことにはならなかったのよ。七時、貴様、お前まさか。さあ過激夫さん、約束だ。天鋼を渡してもらおうか。そうだな。危ない。こいつ何しやがる。お前のようなクズが本気で天鋼をもらえるとでも思ったか。感激を許せん。来い、あの世でジジイが待ってるぞ。
さんぞ。これで終わりだ。どちらからでもかかってこい。それとも二人まとめてくるか。俺が行く。わかりました。お気をつけください。大丈夫、もはや遅れは取らん。過激よ、俺が相手だ。行くぞ。舐めた真似を。もういい、行くぞ弁慶。待ってくれ、大変だ。どうした。奴らにあんたらの隠れ家の場所も教えちまった。何、今頃あんたらの仲間が。急ぐぞ。
でもね、その前に。そう思うな。ベケ！おっ、あれ？女相手に二人がかりはひどいんじゃないかしら。でも、今のあなたを相手にするには、もう少し差が必要だ。おいで、かわいい私のしもべよ。Yeah.
きオムリ。静香様。貴様、静香様に何をした。静香殿は我々の意思に賛同してくれたのだ。でたらめよ。天鋼、まさか。ああ、兵士の持つ天鋼は全て一つにさせてもらったよ。あとは鍵清とお前らの分を足せば最強の天鋼の誕生だ。そうはさせるか。なんだこの清盛に勝てるとでも思っているのか。よかろう。お前の甘い考えなどたやすく打ち砕いてくれるわ。送るのはたやすいかと。メイドの土産にこの天鋼の力見せてやる。レイケ、わしにはやらねばならんことがあるのでな。さっさと始末してやろう。行くぞ。の力をもってしてなぜ勝てぬ。こんなはずではない。まだまだ。静かがこちらにある限り勝負はまだつかぬぞ。この世には寄せ金に使える天鋼はまだあるのだ。最後に頼りになるのは感激よ。今わしの元に戻り天鋼を差し出した。最強の天鋼が今まさに生まれようとしておる。静香様、やめるんだ。最強の天鋼の完成だ。何をする。これは俺のものだ。誰に向かってそれをなくちゃ。おのれ、くわの。あ、清盛、これで
これで俺が。そこまでだ。貴様を殺してその天鋼もいただくとし、これ以上好きにはさせないぞ過激を。お前を止める。今の私にかなうものはおらん。天鋼の話になる。天鋼のことでいずれ争いが起きるのは避けられない。天鋼を守り、これ以上無用な血を流させぬことが俺たちの使命だ。
行くぞ。